タニタ、メガドライブ、ドリキャス再現した体組成計を発売。箱まで本物そっくり。健康機器メーカーのタニタは、9月19日、セガグループの家庭用ゲーム機とコラボした体組成計、メガドライブ体組成計、ドリームキャスト体組成計を発表した。1988年に発売したメガドライブ、98年に発売したドリームキャストのデザインを再現している点が特徴。パッケージも当時のものを復刻している。30から40代の両ゲーム機のファンがターゲットで、価格はいずれも6000円税別。前者はメガドライブの発売30周年記念日にあたる10月29日に発売する。元祖が持つ立体感のあるフォルムを体組成計の表面に陰影をつけて描くことで表現している。パッケージにもゲーム機の箱に使用していたデザインを採用する。後者はドリームキャストの発売20周年記念日である11月27日に発売する。ドリームキャストのやや丸みを帯びたデザインを再現しているほか、パッケージには当時のパッケージをオマージュしたタニタ社長谷田千里氏のパロディ画像が採用されるという。計測できる項目は体重、体脂肪率、BMI、ボディマス数、内臓脂肪レベルの4項目。サイズは210、幅 ×297、奥行き ×25、高さ mm、重量は 1.4kg。